アの孫です。今日もよろしくお願いします。さて今日はですね、チャンネル登録者数の表示をした方がいいのか非表示がいいのかっていうのでちょっと実験をしていたんですけれども、もう1ヶ月半2ヶ月弱ぐらいになるのかな、してみたらですね、もうすでに今チャンネル登録者数は表示するように戻してはいるんですけれども、個人的にはあまり違いはないかなっていうのが個人的な意見ですね。こう最初はですね、やっぱりこうチャンネル登録者数がやっぱり多い方と少ない方で発言力みたいなものが違ってくるのかなっていう気はしてたんですけども、まあ、実際表示にしたところでそんなに変わりはなかったので、まあ、今は表示に戻しています。ただ最近ちょっと気になっているのは、まあ、僕が上げる動画の質の問題なんでしょうけれども、高評価と低評価の人の評価があって、こう評価がですね、動画をアップした瞬間にこう本当な瞬間というか何十分以内ぐらいに低評価がドドドドドって増えることが結構あるんですよね。で調べてみると、まあ、そういったこう なんていうかね、ソフトじゃないけどこう作って低評価を増やしているっていうのが、まあ、書いてはあったので、まあ、それほど気にはしていないんですけれども、こう見た目があまり良くないですよね。例えば高評価1に対して低評価が10とかだったら、あ、この動画ダメなのかなみたいに思われることは多分あると思いますので、なので評価に関しては最近非表示にすることがちょっと増えたような気がしますね。で動画の設定の一番下のところにあるので最初気づかなかったんですけれども、調べたら数字をこう出さないようにすることはできるみたいなので、まあ、自分のこう何ですかね、データ上は上がってくるんですけれども、こう動画を見るその動画の画面では高評価と低評価の数字が出てこないようにする設定はあったので、まあ、最近はそれはちょっとするかなという気がしますけれども、チャンネル登録者に関しては個人的にはあまり違いはないのかなという気がしますね。なので、まあ、今僕が1400人ちょっとぐらいなので、これがこう例えば1万人とか10万人ぐらいになってくると、もっとこう発信力っていうかこう発その説得力みたいなものが増えてくるのかもしれないですけども、まあ大きくは変わらないのかなという気がしますね。なので僕自身はあまりこう隠すっていうことはそのしないようにする方なので、まあ、曜日とかもね結構オープンにしている方なので、まあ、チャンネル登録者数っていうのも、まあ、オープン表示に戻してますので、まあ、今後これまた来年の今頃どれぐらいまで増えているかっていうのをこう期待しながら続けていこうと思いますのでよろしくお願いします。ということで僕の自身の結果としてはチャンネル登録者数の表示と非表示に関してはそれほど変わりはないのかなという気がしましたね。ということで勝谷と孫でした。ありがとうございます。失礼します。